クルーメイトだ、メイヤ君。クルーメイトだ、メイヤ君で。バイタル脇エレキってガチャタスクやっときますか。今回の W 字みたいになってるのか。おお。はい。はい。マルマ君怪しいですね。配線を一番先にやらないのは。怪しいですね。配線を一番最初にやってないんです。キッチン脇で。あ、おかしい。それはおかしい。オッケーオッケー。やばいよ。シェルフィッシュを飛んでくる。絶対飛んでくる。駆動名で、赤いわけ。あれ、なんでだ、なんか繋がねえんだよな、配線が。うまいことな。モモプラスさんが倒れな。モモプラスさんが梅ちゃん。おお、はい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 、いい、直しました。え、今日アルファさんがベッドの上には立ってたけど。あらららら、らベッドの上怪しいね。怪しいね。タスクね。ベントの上立つか。いや、ベントの上には立ってないですけどね。ベントの、なんていうんだ、ベントの上の上っていうの。はいはい。向上心がすごい。ちょいずれね。また工藤さんとだ。もう嫌だ。クドーマル。エペペラチャペラン。テテテテテテルテテルテテ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 ルテテルテテ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 クドーサントス。おいいですね。白いですね、これ。これは白いね、これ。ああ。両方エレキで見てて、コミサボ前に、コミサボ前に藤宮君の方がメイン方面に、メイン方面かな、エレキの、とりあえずアスタリスクが出ていくのを見てて、その後、俺がアスタリスクやって、最後アスタリスクに入ってくるトータスを見て、俺メインシャワー、で終わりです。タスクはやってるんで、で畑坂君が最後エレキに入ってきてると思うから、到達の死に終わると思うんですよ。で僕その後コミ入ったから戻ったんですよ。だから僕どっちも見てなくて、だから藤宮はじゃあもっと早いんであれば右に抜けてるんだと思います。エレキから右、石油メイン方向には来てないんで、うん、じゃあアルマが怪しい。エレキから右だったら僕は貨物で給油だけやった後にまた戻ってって、今シャワーの立て通路の上の方。これハイブリッド三線って。エンジンメインの扉開けて、メイン、エンジンコミューぐらいまで開けている。エンジンコミューの手前ぐらい。ハイブリッド三線って、藤宮がメインの方に行ったけど、右側に行ってる可能性もあるってこと？あるあるある。俺がアスタリスク入った時に抜けていったから、まあ、6から右に行った可能性はあるっちゃある。サントスさんは両キル関わらないと思います。はい。展望でーす。おめさま、工藤。うん。工藤さんも厳しそうだな。工藤さんも厳しそう。小見さんも直してる。サントさん目線僕も厳しいですよね、多分。厳しめ。完全な白出ないけど厳しめ。うん。畑坂君が合ってないんだったら、畑坂君が新前提だけど、その場合は全部みんな白になるかな、そっちの方面は。俺今、ミーティングの上ね、ゴミステンとかいる。ヌーンを右から左に移動させてる。ああ、ヌーンは左なかった。ああ、メイヤさんが切れるのは、キッチンの右とか、レッドカーペットの途中くらいまでぐらい。俺、展望であって戻ってきたから。あ、いや、違う、これはね、アップロード行ってるっすよ。うん、あ、ダウンロード行ってるっす。ああ、ダウンロード、はい、はい。工藤さんとサントスさんをキッチンの配線ぐらいに置いて、俺はダウンロードやってから、サントスさん、アップロードしてるサントスさんと合流かな。展望ダウンロード？展望ダウンロード。ああ、はいはい。すぐ。竹尾さんって言ってましたっけ？いや、言ってないよ。はい。メインエレキ、石油、エレキ、バイタル、貨物。怪しいじゃん。言わないのかな。アルマタケオにいると思うけどな。俺、お兄貴あったっけな。アルマに入れてる。私も入れた。藤宮とは湧いてるよ、メインで。
サントスさんは俺が見えてないというか、俺があっちに行ってんの見てない視聴なのか。3541345、いい流れだね。悪いね。うわあ、サントスさん、タイムさん死んでんだ。おい。え？メイン右、シャワーの手前ぐらい。今、昇降機右を直そうとしてる。開けてない。工藤さんってバイタル見ました？見てないです。あ、見てないんだ。うん。アドミンが潰れてた今。こうなるとな。こうなるとね。いやそうなんだよな。マットがね。っとけよっていう感じなんだよな。マットがな。おそらく駆動さんはあるだけ両人会はあると思ってるから、まあどっちかなって感じ。そう、駆動さんは両方インポスターはあるな。皆さんも結構直近まで工藤さんエレキで見てる？いや俺はずっとエレキでガチャガチャやってて、工藤さんがバイタルの扉を開けて入ってきて、バイタルすれ違いで入ってバイタル見たらどっちも死んでたから、まあ、工藤さんができるのは貨物側の下とかそのぐらいしかできなさそうかな。工藤さんはバイタルダウンロードかなんかしたの？そう、ダウンロードして。ああやっぱそうだよね、うん、戻。その前もねエレキいたから、工藤さんは無理だね。まあ、ミーティング待機です。相当やってます。僕も厳しそうじゃないですか。まあサントスさんがだいまあどうだろうね、隠しろは出してないけど厳しそうな感じですよね。うんうんうん、面白い力やすんな。皆さんもアルマくんね、アルハタタケの三人街、うん、まあ釣るならアルマの方だと思っちゃうけどね。いやしかないけど、どうなんだろう。サントスさんが弁当の上立ってるの見たって言った時とか、キルクールどうなったんだろう。あれ開けてたかな。あれはあんまり関係なさそうな気が。あれキル入ってないタイミングだったよね。あれ確かキルクールが開けててキル入ってないタイミングだったら回ったとかあるかなと思ったけど、まあアルマしか釣れんか、うん、あとリアクター鳴ってるからな。一応アルマの人外要素と捉えてもいっちゃいいけど、梅木さん、あのターンキルクル開けてます。開けてる。あ、惜しかったっすね。いやボタン押しゃいい話なんですよ。こんなもん、こんなもんボタンさえ押しちまえば勝ちなんですよ。もう陣外は透けてるんですよ、ほぼね。俺がここで待機しておけば工藤さんに任せます。工藤さんのことは白だと思ってるんでね。お、押せる、押せる、押せた、押せた、押せた。おお、あ、待った。おお、まあそうかそうか。あ、普通にインポスターじゃない、インポスターだね。そうだね。ああ、あるだけかな基本的には。うん、まあ、にしかならない。梅剣ボタンだし、高田さんは最初赤い上見てて、アルマに容疑値めちゃ怪しいって言って、うん、急に場面投与してるから。高田さん、まあ、メアトスで白取ってるから、まあ鬼木がマット畑底インポスターの場面だけ怖いかな。まあそれもあるね、うん、俺あんま畑底のインポスター追ってないしな。あ、そうなんだ。ああそうなんだ。で、工藤さんが込み直してくれたんですもんね、あのパンって。そうですね、鬼木マットの場合は工藤さんしかないな。いや俺は多分工藤さんとサントスさんからね白出るんだけどね、出してもらえないんだよな。まあ、なんで出るの？ちなみに、工藤はなぜ出せないの？ちなみに先に僕が言うやつですかこれ。のいや言う必要性あると思うよ、なんで出ないか。藤宮君がもし関より左に行けたら切れるらしいってサントスさんの発言があるんで、そうなんだと思ってるだけです。うん、工藤さん名山なんて出ると、工藤さんとサントスさんの死人を合わせて俺は白が出ると思ってて、
工藤さんとサントスさんを展望の配線に置いて俺はダウンロードに行ってるんですね。それは見られてて、はいはい、で工藤さんがキッチンでコミュニケーション行ってるんですよ。で俺はダウンロードが終わって、はいはい、展望デッキのアップロードでサントスさんと合流してるから切れないと思うんですよね。でね、さっきのエレキの時も梅健さんに最初にエレキで指認された後に、ね、バイタルから出てくる工藤さんがエレキを通っているから僕が切れる場所ってほぼない、はいはいはい、ないはずだから、ね、2人から白が出ないかなって俺は思ってるんだけど、まあ、出ないなっていう感覚。まあ普通に考えたら白出そうだ。うんうんうん。じゃあ白。普通に考えたら切る場所はなさそうだけど。いやそうなんですよ、ね。工藤さんが名屋さんをエレキでずっと見てるんだったら、名屋さんはね。ずっと見てないの。やっぱ、ほぼ白とはずっといきます。うん、そう。ほぼ白だった。まあ、だとしても工藤さんが診察でダウンロードしてるとかだったら、うん、大丈夫そうだけど。終わります。終わんねえんだよな。まあでしょうね。俺のガバシロの可能性あんのかなこれな。むずいな。ガバで白だとだるいな。これハタサコが持ってかれてるパターンがいっちゃめんどいんだよな。ありがとうございました。まあ、あそこだよな、さすがに。お、よかったよかったです。いや、これ、工藤さん切って、名屋さんと戦った方がよかった。ありがとうございました。体直すの早いな。あ、治らない読みか。入力中になってたから、ね、入力中速攻上がっちゃった。危ない。意外に惜しいとこまで行った。ねえ、うんうん、危なかったわ。あれって治らなくて高田さんがキルされて左から右にぐるって回ったらどんぐらい時間かかる？いや多分ね無理だったと思う。無理無理。全員がミーティング行った後にドア閉めたから全部。多分2キル通せた、うん。通せてたと思う。おお、ファイブレーだ。治ったから。よかった。速攻入力。ナイス直しですね。